はい、萌えちゃんでございまーすね。よろしくね。よろしくね。はい、頑張っていきましょうね。さあ、で今日はですね、よくコメント欄とかで、頭がね、萌えちゃん、脳みそみたいって。脳みそみたいってこうよく言われるんですよ。ね。これすげえな、これ。怖っ。ほら、ね。脳みそですね。はい、脳みそみたいってよく言われるんですよ。はい、ありがとうございます。なんでちょっとですね、脳みそって聞いてあるキャラクターをね、僕はちょっとこう想像してしまったんですよ。厳密に言うとこう脳みそではないんですけど、あのキャラクターの格好をさせたらもやちゃん似合うんじゃないかなと思いまして、ちょっと今日はですね、もやちゃんをコスプレさせてみようと思います。わーはい、じゃあコスプレしていきますよ。この状態から、この状態から、いや、頑張ろうね。3、2、1、ほい！はい、できましたー！ね。もうお分かりですね。ギニューでございます。はい、ドラゴンボール知らない人ごめんなさい。ギニュー特戦隊のギニュー隊長でございます。ギニュー隊長、はーい。はーい。ギニューさんでございますね。はい、こうね、こう衣装とかもね、こうちゃんと作ったわけですよ。ね、でこのこうスカウターですよね。スカウターをこうつけまして、こう黒いこう角みたいなのをね履いております。で、なんといってもここですよ。この脳みそチックな感じのとこね、ここが似ていると思います。はいね、まあ色味だけちょっと色味だけね、紫じゃねえっていうのがあれなんですけれども、はい、こんな感じです。はいね、まあ、これがやりたかっただけなんですけど、とりあえずこの格好させてみたかったっていうね。でも似合ってるんじゃない？ねえ、すげえ似合ってると思うわ。似合ってんだよ、まあいいじゃん。なあ。まあ本人が納得してるかどうかわかんないんですけど、まあこれはこれでなんか別にいそうっていうのはあるけどね。ね、ドラゴンボールに。はい、じゃあ最後にですね、もやちゃんギニューを倒してお別れしたいと思います。いきますよ、まやちゃん。せーの、はーはあ、はあ、やりましたーやりましたー、ね、なんじゃこれ。バイバイ。無理やり終わりにする。